船津和平工作、または船津工作とは、1937年7月7日の露光橋事件の後、急速に悪化した日中関係を打開し、事変拡大を防ぐために、同年8月に行われた和平工作。日本の実業家で、元外交官の船津達一郎を通して働きかけたため、その名がある。1937年7月7日、夜半。 北平の南西約 20km にある六甲橋で日本軍と中国軍が衝突する六甲橋事件が起こった。翌7月8日、中国共産党は中国国民に対日全面抗戦を呼びかけ、一方、日本の陸軍参謀本部は同日事件が拡大することを防ぐため、現地軍に対し進んで兵を用いることは避けようとの命令を発した。 7月9日には事実上の停戦状態になったものの7月10日には蒋介石の南京国民政府が日本に対し抗議の意を表明した事変の拡大に積極的であったのは中国では共産党日本では関東軍であった日本側はこれまで同様の事件が起こった時に用いられてきた現地解決方式事件の解決を 正規の外交交渉に委ねることはせず、現地軍が地方政権を相手に交渉して解決するやり方によって処理しようとした。満州事変後のタンクル協定にしても、来院者テロ事件後のウメズ、何を金協定にしても、この手法を用いて解決が図られてきたのである。本来は、偶発的な要素の強い露光橋事件にあっても、同様の方式が採用され、 日本軍の出先機関と、被殺政務委員会及び国民党、第29軍の間で交渉がなされた。日本側の停戦条件は、軍中央の指示を受けたものであり、戦闘では、中国側の被害の方が大きかったにもかかわらず、中国側の陳謝などが条件に盛り込まれた。その結果、7月11日には、北平特務機関長の松井久太郎大佐と、 第29軍副軍長の旗徳順との間で一旦停戦協定が結ばれた。しかし、日本政府はその日、事件が中国側の計画的な武力抗日活動であると非難し、この紛争を北歯事変と称して内地、朝鮮、満州からの増援軍の派遣を決定したのであった。陸軍参謀本部の石原幹事作戦部長は事変については不拡大派であり、 造波については、否定的見解を持っていたが、国民政府中央軍が中国大陸を北上中であるとの情報に接し、居留民と現地軍の安全のためには、派兵やむなしとして、これに同意したのである。陸軍大臣の杉山本は、昭和天皇に対し、事変は1ヶ月くらいで片付くという見通しを示したと、言われる。その後、 現地での停戦協定成立の報告が伝えられ、内地からの派兵は保留となったが、朝鮮、満州からの増派は実行に移された。この決定は逆に中国側を大いに刺激した。最後の関東を演説をする小解析小解析が盧溝橋事件のことを聞いたのは、厚生省の牢山においてであった。省は何王金に部隊の編成を急がせ、 各国の幼稚園の出動を命じ、さらに前線に向けて百個師団の部隊を用意するよう指示した。そして、共産党の州恩来と会談した後、7月17日、同地で、我々は弱国である以上、もし最後の関東に直面すれば、国家の生存を図るため、全民族の生命をとするだけのことであるで始まる、最後の関東を演説を行い、なおも、 和平の努力は継続するも、もしそれが叶わないのであれば、死力を尽くして抗戦するほかないという決意を明らかにした。ただし、南京国民政府内部では、事変の拡大を望まず、できる限り早い停戦を求める声も多かった。小解席は7月19日、中国の主権と領土の不可侵、河北省における行政組織の不当な変更の禁止。 国民政府の地方管理の日本の要求による不変更。第29掃除軍は何ら制限を受けないことを固守とする。自局解決のための4条件を掲げ、日本が侵略行為をやめて4条件に合意するならば、交渉に応じる用意があることを示し、逆に日本が軍事行動をここで中止しなければ、賞賛はなくとも日本に抗戦する覚悟であることを表明して、 国民の奮起を求めた。そして、小解析政権は、現地停戦協定は、中央政府の承認を要すべきであるとの見解を示し、国家主権に違反する現地協定は無効であると宣言した。これは、従来日本側が採用してきた現地解決方式の明確な否定であり、ここにおいて、国民政府は、満州事変のわだちを踏まない決意を表明していたので、ある。 7月20日、第1次、この絵踏み丸内閣は閣議を開き、三考師団の動員を決定した。ただし、早急な派兵は見合わせていた。ところが、7月25日になって、北平、天津地域において、日中両軍の軍事衝突が再発すると、27日、三考師団の増派が実行に移された。7月28日、日本軍が、 下北一帯で総攻撃を開始し、ついに戦争は全面化したのであった。翌7月29日、日本軍が天津を占領し、市内の南海大学は空爆と砲撃によって破壊し尽くされた。捕射された、九国七軍士激しさを増したのは、中国側も同じであった。7月25日、北平、天津間で切断された電線を修復直後の、 日本軍部隊が国民党軍から銃撃を受けたとされる老亡事件が起こり、7月26日、北平在住の日本人を保護するために、事前通告の後日本軍の一部が城内に入ったところ城門が閉ざされ、城壁上の中国兵が日本軍に射撃を加える公安門事件が起こった。7月29日には、 紀藤防強自治政府の所在地であった河北省通州で日本の警備隊が北平に移動した不在時に中国人の保安隊が反乱を起こし日本人居留民約150人を虐殺する通州事件が起こっている。7月31日、小海石は和平は絶望的であり徹底抗戦しかないことを改めて表明した上で週間中の 九国七君子を保釈した。これにより、それまで小介石の姿勢に回帰的だった中国人の多くも小が抗日を決意したことを確信したのである。露光橋事件後、陸軍内部にあっては、この事件を帰化として中国の抗日姿勢に一撃を加え、日本の河北での地位を確固たるものにせよとの声が、陸軍省や参謀本部からも上がり、また、 関東軍からも朝鮮軍からも、河北出兵の準備があるとの報告が入った。当時の陸軍には、満州事変以来の中国側の対応からして、中国は日本の武位をもってすれば容易に屈服するであろうという、大使一撃論の見通しを持つ一派があり、彼らは、拡大派と呼ばれた。彼らは来たるべき、ソビエト連邦との戦争に備えて、高庫の憂いを立つためにも、 この木に乗じて中国に出兵し、河北を中央から分離させるといった懸案解決を図るべきとの主張を展開したのである。拡大派には杉山元陸軍大臣をはじめ、陸軍省の田中新一軍事課長、参謀本部には武藤明第3課長と江津助、比重品課長がいた。拡大派はしかし、当初から中国との全面戦争を考えていた。 わけではなかった。彼らは戦場を河北に限定することが可能であると考えていたのであり、そこで一撃を加えれば中国を屈服させることができるという極めて楽観的な見通しに立っていたのである。それに対して、不拡大派には参謀本部参謀次長の田田春、石原幹事第一部長、河辺虎志郎第二課長、陸軍省では柴山金史郎軍務課長がいた。 彼らは、大ソ戦準備のためにはむしろ、今は満州国育成のために力を注ぐべきであり、中国との衝突は極力回避すべきであると主張した。そしてまた、中国の抗戦力には警部しがたいものがあって、中国との武力衝突が全面化すれば、必ずや紛争は泥沼化し、その感激をついて、ソ連が軍事介入する危険が多いにあり、 そうした事態は避けなければならないという考えに立っていた。不拡大派の中心人物は参謀本部の石原作戦部長であったが、石原が拡大派を説得しようとしたとき、彼らに自分たちは満州事変における石原をこそ模範としているのだと逆襲されて色を失ったという逸話が残っている。日中戦争の全面化の過程において日本は中国に 様々なやつを加えた。7月11日、第1次、この絵内閣が事件を北歯事変と称し、政府声明を発表したのも、その現れだったのである。その日の夜9時過ぎ、この絵文丸首相は、政界のみならず在会マスメディアの人種を100名近くも、首相官邸に招待し、3回に分けて、彼らに協力を要請し、挙国一致の姿勢を示して、 中国を圧迫しようとした。この絵はその場で中国に反省を促すために破兵すると述べた。破兵の決定そのものが心理的な奴を狙ったものだったのである。一方、日中戦争の全面化に対し交渉を通じた事態収集の試みがなされなかったわけではなかった。その中には、この絵首相自身の人脈によるものもあった。例えば、この絵は、 正界浪人の秋山定介を仲立ちとして、宮崎東天の子息、宮崎隆介を中国に派遣して、紹介席と直接連絡を取ろうとした。宮崎は7月23日に東京を出発したが、陸軍憲兵隊に情報が漏洩し、翌24日神戸で憲兵隊に拘束されてしまい、この工作は失敗に返している。この絵文み自身が南京に渡る案もあった。 7月12日、石原幹事は、内閣書記官長の風見明に、この絵首相が南京に乗り込み、紹介席と自家判してほしいと申し入れた。これを聞いたこの絵は、体調不良であったにもかかわらず、看護師を引き連れてでも南京に行きたいとの希望を示したという。しかし、風見書記官長は、仮にもし首脳同士が合意に達しても、日中両軍ともに、 その統制に関しては真を置くことができず、そのため合意が実行できないという可能性もあり、そうなれば事態は一層紛糾の度を深めるであろうとの判断を示し、首脳会談の実施に反対した。この絵は、風見の意見に同意し、代わりに、広田後期外務大臣の南京派遣を定義した。風見は、広田にその旨を打診したものの、結局は、うやむやになってしまった。 西恩寺金持の孫で、この絵の側近であった西恩寺光一も7月下旬に上海に渡り、小解石一派に近い石膏財閥系の要人と接触したが、事変が上海に飛び火したことにより、成果を上げることができなかった。石井太郎家北一帯での武力展開の後、日本軍が北平、天津地域を攻略して事態が一旦、昇降状態へ向かったとき、 外務省の石井太郎東和局長の提案になる解決試案が7月30日から外務省、東和局と帝国海軍のリーダーシップの下で取り上げられた。これは陸軍参謀本部の石原幹事作戦部長が昭和天皇に配慮した際、外交交渉による解決を上層したことをきっかけにしたものであった。天皇は外交交渉による解決を検討するよう、 この絵首相に示唆した。これを受けて、陸軍省軍務局の柴山県、白軍務課長から石井東和局長に宛てて、外交解決案作成の要請を行い、以後、石井、外務省、陸軍、海軍の関係者間で協議、調整が進められた。石井は、この協議の中心人物として、停戦条件案をまとめ、また、かねてから用意していた全般的国交調整案と、 並行して試みることとしたのである。これは日中戦争の前期間を通じ、最も真剣かつ寛大な条件による政治的収集策であり、8月初めにまとまり、昭和天皇もこれに同意し、その結果、連日の陸、海、外三省首脳協議を経て、8月4日の4、小会談で決定されたものである。停戦条件案の内容は、 以下の通りであった。これらは日本側からすれば、探空協定をはじめとする諸協定及び帰察、非投両政府の解消、非武装地帯での南京国民政府の行政権の承認といった大胆な情報を含み、1936年8月11日の第二次北市処理要項の延長上にある条件であった。また、全般的国交調整案は以下のような内容であった。 以上をそれぞれ故視とし、これとは別に中国に対する経済援助と違い方権の撤廃も考慮された。この両案は日中戦争中の和平提案としては思い切った情報を含み満州国の不問を除けば1933年以後日本が下北で獲得した規制事実の大部分を放棄しようとする温闘な条件案であった。ただし、温であったがに この条件案は関係者以外に対しては極秘事項とされたのである。この条件案は中国国民党側からも信頼されていた元上海総領事で在下防籍領連合会理事長の船津達一郎に託され船津を通して中国に働きかけたためたため船津工作と呼ばれる。この重大な役割を委ねられた船津は帰国中の妻が重体であったにもかかわらず その任務を引き受けた。長年にわたって中国各地で領事の職を経験した船津が起用されたのは一つには軍部特に陸軍で先の監視や妨害を買いくぐって中国側の有力者と接触し中国側から停戦を申し出させるということを狙いとしていた。この工作の性格は維持詩人を介して和平条件を非公式に伝え柔軟に交渉を進めようとする。 いわば、利面工作であった。このことはまた、見方を変えれば、日本政府が、現地軍の行動を必ずしも統制し得ていないことを、逆称していることでもあったのである。公宗武船津元総領事は8月4日に、東京を出発し、8月7日に、上海に到着した。ところが、ちょうどその時、旅行橋事件勃発前から、下北に出張していた。 川越茂中派の大使が上海に戻っており、川越は和平条件については自分から相手に伝えると船津に語ったのである。船津は8月9日には国民政府外交部足州局長の孔宗武,武と会談し、河北問題を迅速かつ局部的に解決することが特策であると説得したにとどまり、和平条件については川越と孔宗武の会談に持ち越された。 公は同日午後に川越大使とも会談し、詩人による柔軟な交渉という当初構想からは少しずれたものの、交渉自体は順調に進んでいくかに見えた。しかし、同日の夕刻上海で海軍特別陸戦隊中隊長であった大山伊中尉が自動車で虹橋飛行場付近を視察中、中国人によって射殺される事件が発生すると、 事態はにわかに緊迫の度を高めた。船津は各方面を奔走し、平和的解決に向けて中国側の説得に努めたが、8月13日には上海で日中両軍艦に抗戦が始まり、14日には全面衝突へと発展した。それまで日高新六郎三時官と和平交渉を行うなど、対日優和政策を報じていた。 国民政府外交部長の王朝恵も従来の政策を放棄して8月14日、後日に転じる胸の声明を発表した。不夏の和平に向けた努力は無駄に終わった。戦火が上海に及んだことで、河北での自編集結を前提とした和平構想は水泡に返してしまったからである。ありがとうございます。